まあ、放送局とか、うん、まあ、そのアフレコスタジオだったりって、うん、人の感情とかが集まるから、うん、そういうのが出やすいみたいな話とかってあるじゃないですか。あるある。で、文化放送のラジオをやっていた時に、うん、まだ古い建物だった。四谷にあったね。そうです、うん、ここのトイレは出るから、うん、絶対入っちゃダメだよって言われてる、なんか場所があったんですけど、うんうん、ちょっとのっぴきならなかったので入ったんですけど、すごいな、行っちゃうんだそこで。そしたら、まあ、一つしか個室がなかったので、あ、入ってる人がいるってなって、でこう待ってたんですよ、で、あ、どうしようどうしようって思いながら、でもちょっとのっぴきならないからなと思いながら待ってたら、なんかお疲れ様って八代亜紀さんが出てきた。八代亜紀さんが。八代亜紀さんかよ。